Kid who's nappy with the dress. まあ、走られた方だったら分かると思うんですけど、ここはですね、結構ギャップが激しいので、気をつけて走行された方がよろしいかと思います。はい、こんにちは、スーさんです。今日も奈良市に来てます。今日はですね、国道452号線で、夕張シューパロダムです。夕張シューパロダムから、三笠山の方に抜ける、道なんですけれども、こちらのワインディングに来て鳴らしをします。とにかく街中のですね、とかのこうツーリングっていうのはですね、なかなか谷があれば V4R はしんどいものがあるので、このワインディングをですね、こう往復して距離を稼ごうという作戦です。で、この452号線はですね、まあ交通量も非常に少なくて、で道もですね、まあ結構くねくねしてますので、非常にこう走るのには楽しい、道になってますね。ただ休憩所とかあるんですけど、休憩所とか駐車場ですね、駐車場とかはあるんですけれども、トイレとか、例えばそうですね、自販機とかそういうのはないです。まあそういうのもあって、まあ交通量が少ないのかなという感じですね。で、今日まあここまで自宅からですね、だいたい100キロないのか、70、80キロ、70キロとかそのぐらいなのかな。なので、下パーパン履いてきました。いいですね、やっぱり暑さの感じ方が全然ジーパンとかと違ってとても快適です。ですけど今日北海道なんですけど、気温がとても高くて、100キロじゃない、30度ぐらいありますね。ですのでそういった部分では暑くてですね、上はさすがに皮は切れないですね、
奈良市なので6000回転で縛られるので、そこをね、重視しながら走っていきたいなと思います。結構ここも道が荒れてます。まあ走られた方だったら分かると思うんですけど、ここはですね結構ギャップが激しいので、気をつけて走行された方がよろしいかと思います。わー気持ちいい。上はさすがに皮は切れなかったので、もうメッシュの、ジャケットで、来ました。腰にくるー、このギャップ。油断させないですね。このギャップ、ここのギャップだ、気づかず入ったら思いっきり突き上げられちゃう。いやートンネルが濡れてるんですよ。最悪です。どうして。いやーここのトンネルくぐりたくないな。もうギャップがすごいです。ここ美味しいんですけどね。ここもすごい。うおおおお、すごい。でもしなやかですよ。すごいんです。うう、怖い怖い。
ってないと暑くて、もう止まると汗が吹き出てきますね。いや、スポーツモードで走ってるんですけれども、正直6000までだとよく分かりません。はい、今日はこれで慣らし運転終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。それではまた。